リンカーン弁護士は2011年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督はブラッド・ファーマン。出演はマシューマ・マコノヒーとマリサ・トメーなどマイクル・コナリーの同名小説を原作としている。第38回サターン賞でアクション・アドベンチャー映画賞にノミネートされた。ミックは LA で活動している刑事専門の弁護士である。いつも リンカーアンタウンカーで LA の裁判所を巡回して金になる仕事を探し歩いている。そんなある日、保釈金金融業者のバルからイングルウッドで金になる意見があると教えられる。バルによれば金持ちの不動産業者の息子ルイス・ルーレが暴行トレープの容疑で逮捕されたという。そこでミックはイングルウッドの裁判所でルーレと面会して100万ドルの保釈金でなんとか 保釈を勝ち取る。ミックがルーレの件を担当する一方、検察側はルーレの担当をミックの前妻のマギーからミントンに交代させる。ルーレは強く無実を主張し、被害者の女性にはめられたと言い張る。一方、新たに担当となった検事のミントンは強気な態度を示す。ミックは調査員のフランク・レヴィンと共に事件の真相を追うう,うちに、 この一件が以前自分が担当して無実を主張する被告に死刑の代わりの終身刑という司法取引に応じさせた強姦殺人事件と告示していることに気がつく。やがてルーレ自身がその一件について自分が殺したとミックに対してあっさり認めたのだがミックとルーレの会話は弁護人と依頼人との間で守秘義務がありこれを破れば放送資格を失ってしまう。 ルーレの裁判の弁護を続けながら、ミックは、主秘義務の壁を越えて、過去の過ちを正そうと奮闘する。映画パンフレットより天才ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、予測可能な法廷スリラーの提携通りで否りを何も加えていないが、魅力的なマシューマコノヒーが堅実なキャストを率いて、リンカーン弁護士はキビキビと楽しい娯楽を提供している。であり、 175件の評論のうち高評価は83%に当たる146件で平均点は10点満点中6.70点となっている。メタクレティックによれば31件の評論のうち高評価は23件、賛否混在は7件、低評価は1件で平均点は100点満点中63点となっている。ありがとうございます。